原本町交差点、24時。ああ、どうも。ザ・パイプカッツのポッドキャスト、吉原本町交差点、24時でございます。調子に乗りに乗りまくって、体の底かしこがかゆい第65回も、私欲求不満、五郎十郎がお送りします。信夫のソロアルバム制作は、なんとかやっておりますが、曲を作りすぎて、信夫の思考回路はショート寸前、今すぐ会いたいよ、といった感じです。とかなんとか、言うとりますけども、今回は新曲3曲をお送りします。1曲目は、ドランクドラゴン。2曲目は、白いカフェテラス。3曲目は、幸せのパンツでございます。Do the download。夜明けの風に吹かれても、ああ何も思うことはない。なぜなら考えられないから、それは酔っているのだ。体をくねらせて空を舞う思考で石の惹かれた頭。ドランクドラゴン、ドランクドラゴン、ドランクドラゴン、ドランクドラゴン。しまった。ドランクドラゴン、登り詰めるのさ。空高く行けるところまで、全てを振り切って登って行くんだ。ドランクドラゴン、ドランクドラゴン、ドランクドラゴン。眩しい朝の光が降り注ぐ白いカフェテラス。彼女はモカフラペチーノと MacBook 広げオンライン。優雅な時間が流れてる。朝からこんなところで気取ってんじゃねえよ。家の和室の畳の上で味噌汁でもすすってろ。朝から汗まみれで働いてんだ。奴隷だからな。
お前らみたいに暇じゃねえんだ。このクソがこのクソがこのクソが。働いても働いても金は右から左へ消えてゆく。いつでも家計は火の車。このクソがこのクソがこのクソが。ついてるけど気にしない。